私の仲間が得体の知れないドラッグなんぞに関わっている。そんな話を聞いてケツまくったらあいつに顔向けできねえからな。
そのまま眠っていてください。お前さんとこんなところで会うとはな。自己紹介が遅れた。俺は後藤英二という、東京都多摩エリア広域指定暴力団高羽組。そこで若い連中の取りまとめを任せてもらってるもんだ。高羽組の若頭、このオーラも納得だぜ。そのような方がどうしてこちらに？どうしても何も一つしかねえだろ。昨日の夜、うちの若いもんがガキどもに病院送りにされた件、その発端となった薬の裏を調べに来たからに決まってるだろうね。筋縄で行く相手じゃないみたい。最近ブレイズのガキどもはうちの島で好き勝手をしていた。挙句に薬まで手を出したようだから、若いもんが警告に向かったんだが、豹変したガキどもにありえない力で返り討ちに遭っちまったらしくてな。そいつが使われたんだろう。これの存在には薄々感づいていたようですね。由来についてはさっぱりだがな。まったくバカなことをしてくれたもんだ。龍崎や高畑の坊主どもがいた頃には考えられねえぜ。先輩のことを知ってるのか。じゃあ龍崎っていうのは。さてと、今度はこっちが聞く番だ。お前らは何者だ。その薬の証拠にもいつの間にかたどり着いていた。単なる仇の一般人とはとてもじゃないが思えなくてな。それは。そこまでだ。妙な技を使うのは分かってる。立ったまま眠らされてたアルバイトの兄ちゃんを見
マジでただものじゃねえぞ。失礼します。北斗先輩こんにちは、時坂くん、柊木さん、後藤さんもご無沙汰しています。まさかお嬢さんがこんなところにいらっしゃるとは。一体どういったご用件で。ある程度の事情はこちらでも把握しています。北斗の名にかけて彼らの身分は保証します。どうかこの場については引いていただくわけにはいきませんか。先輩いいでしょう。北斗のお嬢さんの言葉なら、そちらの怖い秘書さんともやり合うつもりはありませんし。ありがとうございます。恐縮です。だがうちにもメンツというものがある。ブレイズの連中については落とし前をつける以外にない。そいつは分かっていますね。ええ、それはもちろん。それでは失礼。お前らもあんまり跳ねっ返るなよ。その名前は。さっきのおっさんも言ってた名前だな。先輩、そのカズマって人はどこにいるんですか。自分が元いたチームが大変なことになってるっつーのに、一体何をして。龍崎さんは亡くなっています。1年半ほど前、とある出来事があって。そうでしたか。つまりそれがブレイズが一度解散した理由なんですね。ええ、そしておそらくそれこそが今回の事件の鍵だと思います。私の立場では今回これ以上は動けません。柊木さん、時坂君、この後はよろしくお願いします。わかりました。よくわかんねえが引き受けたっす。高畑先輩についてはこちらも気になってましたし。ありがとう。私たちはこれで健闘をお祈りしていますね。そうそう、例のドラッグですが、先ほどこちらの調査で名前が判明していたんです。
名前。すでにそちらで実用化されていたという意味ですか？あくまでブレイズのメンバーが用いていた名称です。ヒート、そんな風に呼ばれているそうです。ヒート、いいえ、手妙ですね。なあ、北斗先輩ってどういう人なんだ？お前と妙に話は通じてるわ。ヤクザの若頭とも知り合いだわ。私から言えることはないわ。一応協定もあるし。え？それよりここを出ましょう。異界ドラッグヒート、その原料が調達されている異界のありかを突き止めないと。ああ、消えたブレイズの連中を見つける必要がありそうだ。できれば高畑先輩ともなんとか連絡がつけばいいんだが。懐かしいな。俺にとって全てが始まった場所、そしてあんたにとっちゃ全てが終わった場所だ。アキ、いい加減話してもらうぞ。妙な世界から取ってきた材料で調合したヒートというドラッグ、そいつをブレイズに持ち込んで分不相応の力を手に入れて、とうとうヤクザにまで手を出して、ブレイズは、いや、お前は何をするつもりだ？いろいろ調べたじゃねえか。いいぜ、あんたが戻ったら話をしてやる約束だったしな。答えは簡単、けじめをつけるためさ。けじめだと？俺たち新生ブレイズは明日にでも戦を仕掛ける。トカ最大のチーム、ケイオスにな。お前当然だろ。あいつらを皆殺しにしない限り新生ブレイズは始まらねえ。あんただって憎んでるはずだろうが。確かにケイオスはでかい、俺らの数倍はいるだろう。だがこのヒートがありゃ雑魚も当然。あの武闘派高羽組の組員すら簡単に叩きのめせたからな。アキ、てめえどうだシオさん、そろそろ戻っちゃこないか？あんたがケイオス狩りに参加すりゃ資
気も上がるだろう。なんだったらリーダーの座だってあんたに返してもいいんだぜ。断る。アキ、お前だって本当は分かってるんだろう。あいつが敵討ちなんか望むようなやつじゃねえことを。竜崎一馬って男の器のでかさ。あんたがそれを言うんじゃねえ。逃げたあんたに一馬さんを語る資格なんざねえんだよ。もういい、話は終わりだ。弔い合戦の刀足にこの手でぶちのめしてやる。上等だ。カズマに代わっててめえの目を覚まさせてやる。には失望したが、これで心残りはなくなったぜ。ケイオスとの戦争は明日のつもりだったが、気が変わった。今日中にケリをつけてやる。
待て、明宏。あばよ、塩さん。せいぜいあんたは指をくわえて眺めてるんだな。あ、あ。